キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、バキバキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、1週間始まって2日目ということで、皆さんめちゃめちゃちょうどらいっていう感じでしょうか。全然まだ始まったばっかりなんで、そんなことに思われても どうなんですかっていう感じの火曜日でございます。はい、お疲れ様でございます。今日はこちらの方面は晴れですね。はい、お部屋の中は12度ぐらいを指しておりますですね。はい、昨日ちょっとパラッと降ったのかな、なんかちょっと、路面が濡れてあるような感じではありますけど、皆さんのお宅はいかがだったでしょうか。今日はこのバンキシャの吉野さんのストーリーで見ましたけど、雪の朝パラッと雪が降ってたみたいですね。はぁーっていうことなんですけど、今さっきの雪何だったんだろうかと言ってですね、はい、吉野さん言っておりました。まだ朝歌聞いておりませんが、またなんか新たな歌を挑戦しているのか、この前の人に俺か、はい、誰の歌だろうね。さあ、誰か知ってる人、コメントください、教えてください。あれ誰の歌だよ、わからないですわっていう感じでございます。さてさて、火曜日ですが、なんか変わったことあったのかなと思って、いろいろ、ポスト見たり、ストーリー見たりしておりますけど、なんもない。なんもないって感じですね。私の、友達、熊本のご主人様ですね。はい。なんかいっぱい、なんか、動画なんかポストしておりましたですね。なんかもうね、ドライガーデンというか、自分の庭にハマっておりましてですね。道楽ですね。まあ、独身ですからね。一回も結婚することなく、この人は死んでいくのかなとかですね。勝手に、心配してるふりをしてるんですけどですね。まあいいやーって感じですかね。はい、昨日夜ライブはサボシマさんがされてあったんですかね。昨日夜はそうですね。あとはチルプランズさんもそうやったんですかね。はい。で、まあ、私事でありますけど、フォロワーさんが今どうか知りませんけど、1800人をやっと超えました。やっぱね、これフォロワーさんの変動っていうのは、日々すごいですよね。吉野さんとかも話してたんですけど、増えちゃすごい単位で減っていって、増えちゃまた減ってっていうのを繰り返しますねとかいう話をしてたんですけど、去年でももう1700人台行ってたんですけど、なかなか1800行かずで、で、今年入っても行かずで、で、今さっき昨日ぐらいですかね、1800円になってっていう感じで、爆発的な すいません、爆発的な伸びっていうのはまずありませんね。どういうことなんでしょうかって思うんですけど、ただまあちょっと自分もフォロー返しが追いついてないっていうのと、なかなかちょっとこうタイムラインが荒れてしまってるので追いついてないっていうことで、やっぱ人間の限界はここぐらいの数字だけなのかもしれないですね。まあ、なんかちょっと絡めてない人がやっぱかなりたくさんいらっしゃると思うので、やっぱ1000人ぐらいがちょうどいいんじゃないですか。もうやっぱ1800人とかだったらもうてんやわんやですよね。これでまたね、この前愛子さんもそうですけど、ライブをしたりとかしてて、そこそこ絡む人が増えて、プレゼント企画なんかしたらもう何百人ってくるからですね。もう無理。まず皆さんのようにこちょこちょっとこう、なんですか、不正にこう書いたり、荒沢さんみたいにね、不正にこう書いたりとかするのもう気が狂いそうになりますもん。はい。で、しかも、ローマ字でしょ、みんな英語ですから。はい。いや、もう、それだけでも検証になりそうな感じですね。あれは好きじゃないと本当やれないな、とかって本当思っております。はい、じゃあこの続きはまた後でーす。
い、パニコキさんの場で続きですということで、本日火曜日、快晴なり、いかがお過ごしでしょうか。こちらの方はもう本当天気が良くて、まあこんな感じがいいなって本当思いますね。ただね、ちょっとひんやりするんですよね、外の風はね。ここら辺がやっぱ変わってこないとねという感じですよね。お部屋の窓際マダガスカルと呼ばせてもらっています。あの出窓のところに植物を置いてあるんですが、まあ、最近ちょっと寒ってから全然あの撮影はしてないんですが、タッコーマルソテツキリンがもう花芽のところ見ようという感じで今動いておりましてですね、パキポ系はまあまだまだ全然ですね、うちはですね。アガベもなんかまあ徒長気味でギャーンっていう感じかなって感じですね。ヒメゲンデイとかもなんかミヨーンってなってきましたですね。あとは冬型もなんかしおれてきた感じが、ここら辺は本当は水やらないかんじゃないかなとかって思うんですけど、本当やらないバカなんですけどね、私は。あとエアプランツもちょっとどうなんかなって感じですね。もう、あれエアプランツ難しくですか？状態がよくわからずって感じですね。結構ね、なんかエアプランツとかをバンバンされてある方とかは、なんかすごい綺麗ですもんね。ちゃんと言うこと聞いて育てようっていう話なんでしょうけどね。はい、まあまあそうだと思います。で、お外のディッケたちですかね、はもうとりあえず持ち越した感じで今言っておりますね。ちょっとやばかったんですよ。ちょっとふわっとこう柔らかかったので、やべえなーとかと思ってたんですけど、今だいぶ硬くなったので、まあよかったのかな、越してくれたのかなとか思いながらですね。どうなんでしょう、地植えして根がつくと、ね、根が張ると、とりあえずは生きていけるのかなとかって今思ってますけどね。柱サボテンとかも外にブスッとこう刺しておりますけど、とりあえずなんか変化ないので、だん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 こう痛むかなと思ったんですけど、それもなかったので、とりあえずは OK っていうことですかね。うまいことね、ブランチっていうやつをどん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 こうできればええなーとかって思うんですけど、あれなんか10年ぐらいかかるらしいですね。ちょっとそれはね、今28でしょ、もう60近くになるまで、やってるこれって感じですけど、やってるよね。流行ってる流行ってない別としてね、このぼやきもしてるかどうか知りませんけど、とりあえずは植物は生き続けると思いますので、いや今子育ててる植物は責任持ってやるべきじゃなかろうかなとかってやっぱ思いますよね。そう思いますね。先を考えるとね、またちょっとこう自分がやらないかんことプランっていうのがやっぱ変わってくるんじゃなかろうかと思いますけど、この植物が仮に10年後どうなんだろうとかですね、考えるとですね、今やるべきことはどうなんだろうかとかですね、そういう逆算的な感じの考え方をするとまたちょっと違った見方をして、育成も変わってくるんじゃなかろうかと思う今日この頃でございます。はい、じゃあ明日は週の中日、水曜日ですね。はい、私はお休みいただこうと思います。はい、で来週の水曜日は仕事が入っておりますので、またダマミルですで頑張ろうかと思っております。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけりー。何も見えないふりをしていた。悲しみが見えすぎたから、影も僕を見ていた。君のことはわかるから、なくしたことで流れ着いた何よりも本当のこと。僕らはGo and sit down.